はい、バイテオチャンネルママでーす。今日は雑貨屋さん、家具屋さん、インテリ雑貨ですね。インテリ雑貨屋さんのダルトンに来ています。なんかあのキャンプで使えそうな雑貨が置いてるということで見に来ました。特集されてましたよ、キャンプアップに。それはもう楽しみですね。いろいろあるみたいですね。はい、じゃあちょっと早速中見ていきたいと思います。行ってきます。But you chose me somehow. Now I'm waist deep, thinking about you all the time, like crazy. Knowing you're here by my side, and I was doing fine on my own. But baby, you make me a whole lot better. これ気になったの、このバッグです。これ結構ガバッと開いて巻きとかいうのにいいかなと思った。それいいっすね。うん、個人的にはめちゃくちゃ欲しいっすね。いい感じやんな。そうやね、なんかこの質感も、そうそう、なんかほんまにキャンプっぽい。個人的に欲しいですけど、あの、うん、マキバッグこの前買ってしまったんで。買ったばっかりやな、つい最近。なんかでもマキ以外にもなんか使えそう。荷物とかも入れるから、うん、普通にカバンとして横もしっかりしてるし、幅が広いからこれはいいよ。結構いや、いい、かわいい。なんか細々したものを持っていくのもいいかもしれない。うん、パパッとこうランタンとかバー入れて、いいっすね。うん、運んだりとか。買っちゃいましょう。買っちゃいましょう。買っちゃいましょう。こういうのはもうあるだけいいと思いますよ。うん、まあ収納もできるし、いろいろぶっ込んで。なあ、うん、いいと思う。これはキャンプ。おすすめやね。これですね。これやね。あ、もうフォーアウトドアって書いてある。そしてこちらね、もうあの夏過ぎてしもたけど、これは可愛いと思います。蚊取り線香めっちゃ可愛いやんな。これはいいよ。こんなちっちゃくなります。これあったらもう1個で済むやん。そんなに作らないで。あとこれもキャンプっぽい、うん、ホーローっぽい。でもかわいい。コップ、お皿もこういう形の、あの、から見たらさ、どうしてもあの、銃を思い出しちゃうんだ。確かに。欲しくて欲しくてじゃない。そう、銃はもうぜひ手に入れたいです。フライパン銃。そうそう、これ。これなんか初めスパッタシードに見えたけど。さっきのシリーズですよね。うん。さっきのカバンと同じ生地。うん、そうそう。スパッタではないもんね。スパッタじゃないんです。これはもう。すごいっすね。レジャーシートというかマット。もちろんソロキャンパーはもうあれですか。そう、地べた派の人はそれ引いて座ったら、そうそうそう、ね、テントの前に引いて、まあどこでもいいけど。可愛いですよね。でもそれ可愛い。これもスタンドすごい可愛いですよ。そう、
ットットン 100% え、そうなの、コットン 100% です。じゃあカビないようにちゃんと、そうそうそう、乾燥してから、うん、コットン 100% です。すごいじゃないですか。これもコットンは水分解しなかったんですよね。コットンが、そうそうそう、うん、もうすでに味が出てる。そうそうそう、だからもう自分好みのシートに育てれる。バイキャーもさ、地べたで座ってキャンプしないスタイルじゃないですか。え、あったら座るで。あ、そうだ。ね、こんなシートあったらすぐ座るし。すぐ座る。すぐ座るし、すぐ寝るし。もう寝そべれる、寝そべれるタイプ。そうそう、もう、でも地べたでもええし。椅子じゃないと分かんのかなと思ってる。あ、全然。意外といけるんですね。全然いける。さすが。こういう、なんか、色使いみたいな、ほんまメキシコ思い出すわ。行ったことないやん。行ったことない。いやでもカラフルなんね、あの 1個取り入れるだけでサイトがガラッと変わるから、うん、いいですね、うん、1個持ってたら気分によって変えれる。あ、そうそうそう、これ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 、ごめんごめんごめん、これ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 、めっちゃ私いいと思う。ここにお米入れて、はいはいはい、コーヒー豆入れてとかめっちゃ使えると思うんだけど。でも、IKEA の袋ですもんね。あの、そう、入れてるね。ジップロック。ジップロック、IKEA の。そう、だからこれあったら、1合、1合ずつ入れたり、豆も入れれるし。だそこに米入れて、そうそう、米入れて、うん、あの、白い粉入れて。そう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 、もう1個ですもん。で、それをさっきのあの、カバンに入れて。あそういうことですね。そうそう、もうバーンって入れれる。これはいいよ。これここかけれるし。黒いっすね、やっぱり。うん、黒か、私はカーキやな。黒っすね。黒やな。はい、黒なんですよ。これいいよ。これだってもう安いよ。825円やからね。ガッちゃいましょう。ガッちゃいましょう。これ。これ、買おうと思ったら。クーラーなんですよ。クーラー、シークーラー、クーラーやな。冷えるんすかこれ。冷えるんか。冷やしたものを入れるんか。わからない、届かない。あ、ほらこれ、これやばくなってる。いや、これかわいいな。おー、なるほど。もうゆくゆくはこのカゴで、女子ソルキャンみたいなしてみたい。はいはい、これで、あの、ギアボックスとか揃えて。なるほど。そう。これかわいい。いいじゃないですか。うん。かわいい。これは、ちなみに何なのかな。うん、クーラーバッグかな。これやわ、保冷バッグやわ。これ反射板もついて安全。どこにあるか分かる？暗い夜道でも。かわいいな。かわいい。このダルトンちゃんか、こんなに。いいね。ダルトンくんかもしれない。ダルトンくんかもしれんな。これもあの。ランチョンマット的な、はいはい、五色展開。いいよ、うん、これも可愛いな。雰囲気変わりますよね、テーブルに。そうそうそう、ソロのな、あのちっちゃいテーブルにこれ引くだけで。あ、じゃあ5回楽しめるやん。そう、毎回帰ればキャンプが楽しめますね。そう、違う雰囲気で。これ、これはこういうのってグランピング好きな人好きなんちゃうかなって思うんだけど、ウォーターサーバー。すげえな。すごい、なんか。すごいですか。こんなんにさ、レモン輪切りのやつ入れて、水入れたら喫茶店やん、カフェみたいになるやん。あとなんかあの。
果物めっちゃ入れてそう、なんか結構従業キャンパーさんが好みそうな、かわいいですね、でもこういうのかわいい、うん、やっぱエプロンも豊富、これキャンプで普通に使えると思うんだけど、いや絶対使えますよ、もうすでにかわいいな、これもいろんなポケットもあるしね、ペグ入れてもええし、ペグハンマー入れてもいいしいろんなやつ、長さもいろいろあるし、これすごいよ、ここもポケットあるもんな、やっぱりね、ハーブがかわいいね、あ、ダルトン、ハーブがね、うん、かわいい、うん、あとここここはちょっとびっくりしてんけど、スキレット売ってますスキレットあるし、これも鍋式かな、はいはいはい、リトリップ鳥ベッドの、あ、これにこう置くってこと、かな、ほんでこれチーズフォンデュできますここに固形燃料入れて、固形燃料でできるやつ、固形燃料ってでも実際どれぐらい燃え続けるんかな、10分とか20分ぐらい、多分10分ぐらいだと思う、あ、じゃあ全然、え、でもあれご飯炊けるやつ10分で炊けてるってことじゃん、もうあれ10分ぐらいいったのちゃうかな、でもいいな、便利、すごい、うん、これチーズフォンデュいいな、これ欲しいな、まあ一回失敗しますもんねチーズフォンデュびっくりしたな、もうあんなに固形のチーズフォンデュ知らんわとこれめっちゃかわいい、コーヒーミル、コーヒーミル、これもめっちゃ置いてるだけでもレトロ感満載確かに、ほんまにかわいいな、こちらこれがこれになる、なんかお弁当ランチボックスのカバン、ああランチバッグって書いてある、ランチバッグかわいいな、この生地やっぱりかわいいな、もちろんその質感が、うん、この生地かわいい、いいっすね、うん、いいね、買っちゃいましょう、買っちゃいましょう何個買うんですか、じゃあ次2階行きましょうか、2階もあるんで2階行きましょう、こんなんとかめっちゃキャンプに使える、コーナー袋とかもいいですね、うん、これなんか蓋ついてるから重ねれんねんな、入れて棚に置いてるだけでも、うん、すごい重ねてね、この大きさ違いで重ねるのもかわいい、テーブルにも、ね、ダルトンっていうかあれですよ、アルミコンテナ、そう、アルミコンテナコンボイ、コンボイ、すごいキャンパーに愛されてるやんか、それもキャンプハックに乗ってたらしいね、そうなんですよ、でも品切れで、うん、品切れ、品切れで予約せなかったな、そうなんですよで、ちょっと現物見れるかなって思ったけどやっぱなかったんですよね、日本もないね、ちょっと日本もないよな、残念ながら見たかったんですけど、ちょっとこの辺に乗しとく、この辺に乗しとく、乗しとってもらいます、アルミコンテナコンボイ、コンボイ、もうアパレルも豊富で、そう、このこれこれ絶対すごい可愛いですよね、うん、またこう安全第一は反射板あるから事故らない、ロンティーとかもめっちゃ可愛いですよ、めっちゃ可愛いな、個人的にはすごい欲しい、あ、しかも後ろ自分やん、
あ、そうなんですよ。パパさん乗ってますわ、こう。そんな男前なんてなかったわ。え？黒はこれ色、黒と白の違いなのかな？いや、色の違いだけですよ。色違い。可愛いな。買おうかな。買っちゃいましょう。こんなのシャツも。そう、このシャツも、ちょっと、絶対好きな人は好きな形。うん。私、今日着てるやつにめっちゃ似てんねんけど、首。黒かったらもう、一緒やんって言われて。かわいい。こんなんもう絶対キャンパー好きやん。かわいい。キャンパー好きなやつやん、これ。これはかわいいよなあ。この色もかわいいし。あ、いいっすね、それ。うん、めっちゃかわいい。ガンバレルも充実してる。で、ここね、このコーナー、これ。それこれよ。これ絶対マシュマロ刺すやつやん。あれね、ありましたよね。うん、ビーバルの付録でついてましたよね、これ。あの、チャムスやったっけ。そう、皮膚希望と刺すやつ。おお。いや、でもこれの方が可愛いで、ほら、トカゲ乗ってる。おや、めっちゃ可愛い。可愛いっすね。これ絶対やけどせえへんやん、こうやって長いから。うん、マシュマロ刺して子供でも安全。子供は喜ぶな。うん、買っちゃいましょう。買っちゃいましょうのレンちゃん。しかもこれ見て。これ電気です。 LED の電気、電池で、電池やからキャンプでも使える。まあ、でかっ。めっちゃでかい。めっちゃでかい。いかついな、これ。いや、かわいいやん。あの、これ吊るしとったらいかついよな。うん、ランタンハンガーかけるだけで、ほら。いかつ。それぶら下がったらほんまいかついで。うん、かわいい。うわーってなんで。なんじゃあれ。いや、でもこれいいな。これが、うん、キャンプして、うん、もしそれをランタンハンガーに吊るしてる人おったら、もう、みんなこれ見てくれよ。すげえ。これ見ろよ。うわ、みんな。いや、もう誰？それあれやん。ジャイアン。そう、天狗マンの。キャンプスタイル瞑想協会の天狗マンの真似しました。しかも見てこれ。ほら。あ、かわいい。これランタン。LED ランタン。かわいいですね。一緒ですよね。でも電池なんですよね。そう、電池。めっちゃ。すごいレトロ。これとさっきの丸いの。レトロですね。うん、これ気軽にレトロな感じを味わいたいんやったらいいんじゃないですか。やっぱガスランタンとか、うん、あー、オイルランタンって結構大変やから、手入れもせない。手入れがね。うん、気軽にそう楽しめるにはいいんじゃないかなと思います。そうですよね、気軽にね。かわいい。これもいいね。これ見て、 S 字フックいろんなやつ置いてる。めっちゃほら、サビ加工とかされて。 S 字フックって意外と便利ですもんね。そう、意外とキャンプで使う、うん、これにやっぱりランタンかけたりとか。なんか S 字フックいいっすよ。うん、めっちゃ可愛いんやけど。買います？買う？あれに使えもんな、あのぶら下げるやつ。どこでも足りへんくなるんよ。あ、かけるとこがね。かけようと思ったら、うん、ランタンが増えてきたから、うん、追加であるとすごい助かるよね。うん、そうやんな。これ鎖付き。へえ、すごい。錆びてるんですね、これ。錆び加工してるな、あえての。うん、へえ、これビッグなサイズもあるんですね。そう、いろんなサイズ。これもやっぱり錆び、めっちゃでかいのもあるし。これ大きいの。
一番大きいのこれね。かわいい。なんかちょうどいいのこれかな、やっぱり。そうですね、サイズ的に。どの色？え、あ、どっちも可愛いけど、まあ、これ左かな。こっち。で、逆です。あ、こっち、はい、どっちかといえば黒っぽいから。あ、そうですね、はい、アイアンマンやな。これじゃあ買っちゃいましょう。まあ、ね、どうしてもあるんですね。あ、ほんまや、ね、どうして絶対良くないですか。そうじゃあそれ前って思うんですか。横そんなどれへんと思うんですか。こうちゃん、うん、絶対ヒーマーったわ。強調しすぎた。めちゃくちゃの意味もあるすごいな。いや、楽しかったですね。いや、楽しいですね。いや、やっぱりまた、ね、ホントはちょっと違う。そう、これどうやって使ったのか。そうこれ使えんちゃうか。うん、ちょっと待てよ、想像が、そう、想像が働いてくる。なんか使えそうなんが盛りだくさんで楽しかったです。ちょっとコンボイは見れなかったよ、残念やったんですけど。なんか予約しないと買われへん、みたいで。うん、今人気やからやっぱり欲しいんですよ、可愛いよな。すぐ真似したから。すぐ真似する、すぐ。まあ、じゃあ今日はこの S 字フックとチーズフォンデュの、さっきのチーズフォンデュ固形燃料のあれ買って帰ろうと思います。まあ映しきれなかったものもたくさんあるので、大人の事情で、はい、なので実際ぜひ来てみて、こういろんな商品見て、でこんなんこんな使い方できましたよ、それまたまた教えてください。すぐ真似するんで。真似しいやからね。はい。じゃあ今日の動画はこちらで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ファイティオママでした。またねー。Cause I don't know what I want, but I'm not out here on my own.